ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮よりチャリを紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW X5M 2015年式32,000km、こちらの車両をご紹介させていただきます。はい、早速なんですけど、僕はあの X5 出た時結構衝撃だったんですよね。はい、伊藤さん覚えてます？あんまり覚えてません、すいません。はい、あの調べたらなんか2000年から、はいはい、X5 って、はい、出てますね。はい、僕結構 BMW ってずっとこうセダンの、はい、セダンのイメージですね。はい、スポーティーなセダンのイメージだったんで、はいはい、そこに来てのこの X5 って結構当時衝撃だったのか、はい、あ、そうだったんですか。あ、 ML が出た時もまあまあ衝撃だったんだけど、はいはい、であとその後に記憶があるのがカイエンが出た。カイエン、はい、はい、その3台 は特に欧州車の中でも結構印象に残ってる、はい、あ、そうだったんですね。はい、でそこに来て、はい、こう M も設定されて、されて、はい、とんでもない車じゃないですか。そうですね。はい、ただ今結構こう馬力が出てるスポーティーなこう SUV って結構数増えちゃったんで、はい、いっぱいありますね。はい、ちょっとこれの魅力が半減してんじゃないかなっていう。そうですね、ちょっと霞んでるところはあるかと思うんですけど、ありますよね。まあ、十分魅力的な車だと思いますんで、はい、なんでちょっとそれを今回改めてちょっと、はいはい、一緒に見てみたいと思います。はい、で今回はちょっとカスタマイズをしている点もそうですね、いろいろあるってことなんで、はい、まあ、ちょっとその辺も一緒にご紹介させていけたらなと思います。はいはい、で今回まず色がいいじゃないですか。そうですね、あんまり見かけないですよね。私も実際実車で見たのってそんなにないので、まあ、本当にまあシルバー系なんですけど、ちょっとまた普通のシルバーと色味が若干違ったシルバーで、なんか落ち着いた感じに見えますよね。そうですね。はい、で高級感も出ましてすごく出てますよね。はい、なんか圧倒的に白黒、特に黒が多いな、はい、多いですね。はい、イメージなんですけど、はい、ちょっとこの、まあ、明るめって言えば明るめなんですけど、そんなにこうシルバーっていう感じじゃないですよね。どっちかというとガンメタの方にだいぶ寄ってる、はい、感じですよね。これまたいいですね。いいですよね。なんか本当に高級感と清潔感がなんかちょっとあって、はい、そうなんですよ。でちょっとまあ動画で伝わるか分かんないんですけど、はい、昨日たまたまちょっとネット用に撮影してたんですけど、この色がその写真で出すの難しくて、ただもしかするとうちのホームページとかカーセンサー見ていただいた方はちょっと想像つかないと思うんで、あのぜひ見に来ていただけたらと思います。結構写真とその実写のギャップがある色ってありますよね。はいはい、ありますあります。特にこうメタリック系の色だと結構差が出ちゃうので、はい、そうなんですよ。もしあの気になる方がいたら、はい、ぜひ実写をちょっと見ていただきたいなと。はい、あとは結構グリルが黒くなってたりとか。そうですね、これ M パフォーマンスの、グリルが入ってます。はい、あと僕 X5 いいなと思うのは、なんかこう大きく変えてこないじゃないですか。そうですね、変えてこないですね。はい、もちろんその現行のとじゃあ見比べたらこうフォークがなくなってとか、そうですね、あとグリルがでっかくなってとかってのありますけど、はい、なんか全体的なこうサイズも変えてこないし、変えてこないですね。なんかこうコンセプトも大きく変えてこないじゃないですか。はい、だから割とこう何ですか、安心して買える、買える、そうですね。はい、なんであの今、現行型出てますけれども、正直そこまで大きくっていうのも変わってないので、まあ、全然なんか古さももちろん感じないですし、そうなんですよね。はい、かなり逆にスタイル的にこっちの方が好きだって方もいらっしゃるので、はい、そうですね、グリルなんかは特に、はい、現行とそうですね、に比べると結構違う、はい、違いますね。現行この辺ぐらいまでグリルありますか。はい、そうですね、押し出し感が強いのがいいって方は多分現行の方が好みなんですけど、そうですね、割とこの年式はシュッとしてて、そうですね、いいんじゃないかなと。だとヘッドライトが、はい、これもオプションで、はい、アダプティブ LED ですか、はい、入っておりますので、はい、まあ、この辺も一つポイントになるかなと思います。なるほど、はい、こんな感じになっております。そして早速横に回っていきましょうか。はい、横が、標準の20インチの方ですね。はい、でこれ僕今回ちょっとあとこのカスタムポイント紹介してみますけど、はい、ここはもう変える時期なのかなって。そうですね、ここは変えてほしいですね。はい、もちろんそのタイヤの溝もまだ全然ありますし、はいはい、これのコンディションもいいんですけど、はい、なんかせっかくこう車体価格が割とこう手頃な価格に、そうですね、なってきてますからね。で動画なんでちょっと具体的な価格は言えないんですけど、はい、まあ、ざっくりこうもう新車の半額以下じゃないですか。そうですね、まあ、3分の1に近いぐらいな金額になってますからね。はい、そうですね、間もなく届こうかという、はい、だからせっかくなんでもうカスタマイズちょっとそうです、ね、プラスアルファでしていただけると、はい、やっていただくとだいぶいいんじゃないかな。そうですね、で僕今回その予習と一緒に、はい、これのいじった車、はい、結構アメリカで多いんで、はい、一通り見たんですけど、はい、いじってまあかっこいいですよね。かっこいいですね。まあ、僕ちょっと今、まあ、ホイールのことをおっしゃってましたけど、ちょっと僕ここそうですね、特にここって感じなんですけど、はいはい、車高も落とすとだいぶそうですね、はい、いいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、単造ホイールなんか入れていただくと、ね、よりなんかちょっとこう、はい、かなり決まると思いますよ。はい、出てくるかなと
で当然ブレーキなんかはもちろんでっかいに入ってますし、はいはい、もう走行性能で言ったらなんかその一つこう X5M がちょっと霞んじゃってるんじゃないかなっていうその空、はい、空気感で、はい、やっぱり他のカイエンとか、はい、あとはそのメルセデスの63系とか、はい、レンジのその SVR とか、はい、そういうのの存在ってだいぶでかいと思う。でかいですよね、はい、ただこうなめんなよと。そうですね、はい、もう元祖と言っても過言じゃないじゃないですか、はい、これちょっと狂った、そうですね、はい、モンスターマシンの SUV って言ったら、そうですね、ちょっとせっかくなんでかっこよくさらにこう速い車がいいなと、はい、そう思います。だとこの辺なんかも、はい、これも M パフォの、はい、ものに変わってますね、はい、サイドギルっていうんですか、サイドギル、はい、これちゃんと抜けてるんですね。ちゃんと抜けてます。ここからつながってますね。結構 BM でもそこ飾りというか、はい、負担になってるのもありますけどね。ありますけど、はい、これちゃんと抜けてると、はい、ただ前はそれ抜けてないんですね。前はそうなんですよ、ここを切ってあり、はい、なんですかね、潰されてますね、はい、なんかとこれ共通ってことですかね、じゃないかなと思うんですよね。まあ、多分全部バンパーの形状だったりそのボディの細かいところだったりは全部空力計算されてるんで、はい、まあ、無意味なものでは多分ないと思うんですけど、はい、まあ、こんな感じになってると、はい、であと足回り的にはフロントがバネで仕上げやすさなんですね、はい、そうです、はい、ただローダウンする方法もいろいろあるんで、ありますね、はい、言っていただけるといいんじゃないかと。であとサイド、はい、やってまいりました。エアロが取り付けられております。そうですね、これは 3D デザイン製 の、はい、サイドスカートになってますね、はい、もう日本が誇る BMW チューナー。そうですね、はい、ただちょっと板尾さん言っていただけいいですか、はいはい、あれ前で 3D デザインを紹介していない気がするんですがこの車は前がついてないんですね。そうなんです、まあ、ちょっと、まあ前オーナーさんが、まあ、なんか意図があってつけてないのかなって気はするんですが、もちろんフロントも 3D デザインさんの方から出てますので、まあ、そこをこうつけていただくとよりこうスポーティーな仕上がりになるかと思います、はい、でもなんかちょっとつけなかった、はい、その雰囲気もわかります。特に BM の M ってこうバンパー結構こう押し出し感強いじゃないですか。だから割となくてもバランスがめちゃくちゃ悪いっていう感じではない。ではないですよね。ただやっぱりこの黒いラインが1本あるかないかっていうとやっぱあった方がいいのかな。そうですね、多分バランスが全体的にこう見回した時にいいのかなって気はしますよね、はい、まあ、この後紹介しますけどリアもついてるんですよね、はい、ついてます。なんでちょっとフロントサイドリアでやるとよりいいのかな、はい、そうですね、あとは M パフォーマンスのやつもあるんですよね、はい、あります、あります。ちょっと値段高いですけど、ね、はい、高いですね、はい、そんなんでちょっとこうバランス取るとよりこう全体的に引き締まって見える、はい、だとこの辺なんかももう、そうですね、SUV でこれですかっていう形で、はい、なおかつカーボンじゃないですか。はい、もうこの辺もなんかもうよりこうパッと見でもうちょっと印象が変わってくると思いますので。だここだけアップしたらもう SUV じゃないですよね。じゃないですね、もう本当にちょっと M5 とかなんかそんなイメージですよね、はいはい、でもその M5、M5 のもう SUV っていうもうイメージ、ね、そうですね、イメージですね、はい、僕ちょっと調べ物してたら、ええ、なんか昔はそのフェラーリじゃないですけど、はい、なんか SUV 大きい車の M は作らないんだって言ってたんですよ。 BM ってなんかそういう風に僕も聞いてます。あ、そうなんですか、はいはい、で確かに冷静になって考え振り返ってみると、はい、7シリーズの M ってないし、そうですね、はい、そうですね、 M7 ってないじゃないですか。ないですね、なんで、まあ、その辺があったのにこの X5 は。そうなんですよね、なんでなんですかね、これね、まあ、だんだんその時代背景を合わせてなんですね。そう、まあ、そういうことだとは思うんですけどね、はい、ただ車としてはやっぱりこういろんなニーズに応えられる、はいはい、快適に早くってことですよね、はい、移動できる車なんでこれ以上はないかな、はい、あとは今回の車ははい、ちゃんとルーフもついております。オプションが、はい、オプションになってますね、はい、なんかやっぱり SUV あるとちょっと開放感、やっぱりここちょっとここも一つのうちはポイントかなと思ってまして、やっぱりなんていうんですかね、こういうお車ですので、まあ、人が大勢乗ってどっかお出かけとかっていうことも想定されてると思うんですよ。でその時にやっぱりちょっとこう開放感とかそういうの欲しいなっていうところで、やっぱり SUV とかステーションワゴン系の車は僕はついててくれた方が嬉しいかなっていう感じです、はい、あとはサンルーフついてるで開かないもあるんですけど、はい、車内の印象だいぶ違います。印象がだいぶ違いますね、はい、明るさもそうです、はい、ただそれが写真だとまた写りにくいんで、そうなんですよ結構だから中古車情報サイトでサンルーフ優先して探すのとかって、はい、まあ、そのチェックもありますけど、はい、なかなかこう手間じゃないですか、はい、そうですね、この辺ついてると、まあ、そうですね、嬉しいと思います。で当然窓枠なんかも全部黒ですし、はい、もう BMW この僕プレスラインのところ窓の形を、はいはい、そうですね、セダンに共通してて大好きな部分でございます、はい、そしてリアも同様に、はい、サイズがリアの方はちょっと太いんですかね。そうですね、315になってると、はい、ちょっと、はい、太くなってます。で標準で315ですから、これだからそうなんですよ、
社外にしたらとんでもないの履けますね。どうするんですかって話ですよね。それめっちゃかっこいいですね。そうですね、はい、なんかもうよく富山店長言ってますけど、はい、あの後ろから見てこれちょっと様子がおかしいぐらいの太いやつとか。そうなんですよね、あの 後ろから見た時のこのスタイリング、このタイヤの太さとかって結構やっぱり印象が。確かに、はい、でまた現行でやるとまだ価格も高いですし、はい、すごい金額になっちゃうじゃないですか、はい、やっぱりそこを少し遊べるっていうのは。そうですね、はい、ちょっとこうモデルチェンジした後、後のそうですね、はい、車のいいとこかなっていう。そこがまあ多分一番このお車をおすすめするポイントだと思います。そうですよね、はい、はい、まあ、車の魅力は変わってないですからね。変わってないです、はいはい、特に X5 はちょっとこう分かりづらい。分かりづらい、そうですね、はい、そして後ろに回っていくと、後ろは随分印象変わったんですよね。そうですね、ちょっともうデザインのその考え方というか捉え方を、はい、一気にここで変えたなっていう。変えてますよね、はい、これ X5 だけじゃなくてセダンなんかも基本的にこう L 字のが多かったですけど今現行はもう一直線というかう、ね、なってますよね。もうゲート側とつながった感じの。そうですね、多分今現行型の方がなんていうんですかね、やっぱりこう端っこがこう L 型で高くなってる分、現行型の方がちょっとワイドに車が見えるようなイメージあるんですよ。やっぱこう細いの使ってますんで、まあ、その辺がちょっとこう後ろからの印象とかの違いなのかなって僕は見てるんですけど、はい、あと写真とかだと分かりづらいんですけど、はい、現行だとだいぶこうボコボコしてるんですよね。ボコボコしてます、ね、ちょっと造形がなんか、はい、でこの方だと割とこうボディのラインに沿った沿ってますよね、はい、形状なんで、こういうシンプルなのが好きな方はいいと思います。全然新しい古いって感じしないですよね、最近の。そうですね、はい、なんでこの辺かなりいいんじゃないかな。で当然エンブレムもしっかりついてる、はい、あとはこっちですよね。そうですね、はい、こちらも 3D デザイン製の、ディフューザーですね。でもう日本企画、はい、日本製造ですから、はい、もうカーボンの目がよれちゃってるとかっていうのはないですね。ないわけなんですよ、はいはい、やっぱここ大きいですよね。大きいです。せっかくついててこう見たらちょっとなんかあれ目がなんか向きがおかしいぞとかよれてるぞとかあるじゃないですか。ちょっとやっぱりそれは避けていただいた方がいいかなと思います ね、 そうですね、まあ、そのお手頃価格になっているとはいえ、やっぱりこう新車価格とんでもない金額の車なんで、そうですね、やっぱりそこはシャキッとしてます、ね、はい、でこうデザインも割とこうシンプルというかやりすぎてない感じ。ないですよね、はい、もうちょっとその M の延長線上上ですよねっていう感じがするんで、この辺は割といいんじゃないか、はい、あとまた4本出しが。そうですね、もうただものじゃないぞ、はい、っていうところをこう出してますよね。こんな感じのエクステリアになっております、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、この辺になるとちょっと高級車要素もそうですね出てきますね。はい、ついてるという吸い込まれましたね。いいですね、はい、でも結構こうついてるついてないちょうど中間のこう、はい、そうなんです、車格というか。そうなんです、価格帯じゃないですか、はい、この辺ついてるとだいぶいいかな、はい、そうですね。そして中なんですかこれ。これどうですか。僕すごくめっちゃかっこいいじゃないですか。すごくいいと思うんですけど、はい、いやだいぶいいですねこれ。だいぶいいですよね、はいはい、ちょっとこの狂ったこの馬力と、はい、このちょっと高級感あふれる内装、はい、ギャップいいですね。いいですよね。多分これボディカラーにもちょっとこう意識してというか、あ、はい、なるほど、というところで、まあ、バランスが非常にこう取れた内外装かなと思います。でまたこの本がなってるところのちょっと加減がだいぶいいなっていう、はい、そうですね、明るいのが、はい、結構黒が圧倒的に多いじゃないですか。そうですよ、もうほとんど黒じゃないですか。はい、なんでちょっとこの明るい色のレザーいいなっていう、はい、いいと思います。僕もあの家の車、はい、絶対黒じゃない内装がいいなと思って、はい、サドルブラウンのちょっと、はい、あ、そうですね、探したブラウンで、はいはい、こういう内装は大好きです。大好きだただちょっと正直ポイントで言うと、はい、少しやっぱりこう、はい、座面の使用感はそうですね、3万2000キロなんで、はい、特にやっぱりドライバー席はやっぱり乗り降りするところと、ね、まあ、このボートの部分ですね、どうしても乗るときに体重かかったり降りるときに体重かかったりしますので、ちょっとやっぱりシワ、はい、余韻というんですかね、がちょっと入ってきちゃってるかなっていうのが一つあります。そうですね、はい、まあ、ちょっとエイジングといえば聞こえがいいですけども、はい、そうですね、はい、いい言い方ですね、はい、それちょっと使用感が少しありますんで、まあ、気になる方は実写チェックしていただくといいかなと、はい、あとダッシュボードなんかも当然レザーですから、はい、レザーです。レザーダッシュいいっすよね。いいですね、やっぱり。やっぱりここで高級感がまた、はあ、ね、出ますね。もう何度も言うんですけど、はい、このなりでこのパワーでこのレザーのダッシュっていうのは、はい、そうなんですよ、はい、はい、割と僕的にはドストライクです。そうですよね。でステアリングもこの M のちょっと太めの、はい、ステアリングになってますね、はい、あとドアも見てみましょうか、はい、ドアもしっかりこの上もレザーでステッチが入ってて、これステッチあれなんですかね、はい、コントラストステッチ的な感じだと思うんですよ ね、 そうですね、はい、あのグレー系ですけどちょっと明るめのステッチが入ってて、はい、そうですね、はい、でこの真ん中のところがチートと同じ、はい、
レザー、ね、でここから下はさすがにさすがに、はい、ですよね、はい、さすがにです、はいはい、ただドアボケなんかもやっぱり車大きいですから、はい、あのしっかり物がこう入れられるサイズになってますね。でやっぱり欧州車のちょっと弱いところってその収納だったり、はい、そうですねですけどこの辺は割と使い勝手もよく、そうですね、こんだけあるとやっぱりあのちょっとしたこう、まあ、お財布ポンとかそういうのもできますし、もちろんドリンクもあの入れておけますので非常に便利かなと思います。じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、床結構高いですね。そうですね、やっぱりちょっとこう足をももを上げていただくぐらいな感じで、あの僕はだいぶ人より短いんで、はい、いえいえそんなことないですよ、僕も同じぐらいなんです。普通の人だともっとこう大変かなとそんな気がします。だから ローダウンですね、はい、そうですね、していただけるといいんじゃないかなと。そして乗るとシートめっちゃコンフォートじゃないですか。コンフォートですよ。こんなんでしたっけ。こんなんですね、はい、めちゃめちゃコンフォートです。コンフォートですね。いやもっとなんかX シリーズの M ってガチガチなイメージだったんですよ、はい、X3M かな。 X3M はちょっと硬いイメージありますね、はい、あの乗らせていただいた時びっくりして、はい、わこれ普通に M3 じゃんと思ったんですけど、はい、これだいぶコンフォート、ね、そうですね、X5M はコンフォートですよね、はい、あの M5 の、まあ、SUV っていう、はい、まあ、そういうすごくざっくり言ったらそういう位置づけなのもあるんですかね、はいはい、だいぶコンフォート、シートもだいぶ柔らかいです。そしてサポートもふわっとサポートしてくれる感じです。で調整は、何ウェイかは分かりません、はい、ナンバーサポート付きのかなり細かく調整できるやつです。そして BM この下も伸ばせますから、はいはい、割とベストな位置、8ウェイぐらいですかね、はい、そうですね、8ですかね、1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらいですね、はい、これだいぶいいですね、はい、そしてスタイリングは先ほどちょっと触れましたけれども、このレザーの質感がたまらない M の太めのステアリング、そして、はい、ちょっとこの辺は正直そうですね、現行の車、はい、正直 ACC がついてないのは、はい、まあ、人によるとちょっとマイナスなのかなって思いました、はいはい、そうですね。たださっきカメラマンが言ってましたけど、ええ、これついていく車じゃないですね。いや、いらないですよね、あのぶち抜く車、はい、ぶち抜く車、はい、ちょっとその辺の快適装備がちょっと、まあ、ちょうどこの辺の年式じゃないですか。そうなんですよ、がこうちょうどそのこの2015年、ね、はい、近辺ですよね、はい、モデルによってはこう後期からついてたりとか、はい、プロモデルしてついたりとかっていうのがあるんで、はい、ちょっとその辺だけかなっていう気がします。 そうですね、そしてあとはもうこの辺はもうおなじみですよね、はい、最近もうデジタルとかもうどんどんなってますけど、はい、アナログの視認性ってやっぱりこう良さがあると思う。あります、はいはい、なのでその辺が、まあ、もう本当にデジタルの方が好きだよ、いろいろ変えたいよっていう方はもちろんその現行なんですけど、はい、この辺すごくいいのかなっていう。そしてあとこのナビ周りだったりはもう他モデル共通ですもんね、はい、はい、変わらないですね、おなじみ の、はい、あの僕の家の車と全く一緒でございます、はい、あの基本的に BM はこんな感じですかね、はい、あの車体価格はもう何分の1っていういやいやいやそんなことないですけどね庶民の車ですけれども全く一緒でございます。ただあのメディア関係が、はい、あ、一応テレビついてるんですね。テレビついてますね。なるほど、はい、この辺があのやっぱ年代によって中 の、 そのバージョンというかあれがソフトが全然今変わってきてるので、そのメニューとかは変わってきちゃってますけど、そうですね、これ一番最初のやつですよね、はい、そうですね、この後だとこう縦のこの縦のそうですね、はい、はい、こんな感じになっております。であとはまあ一応一通りメディアついてますけれども、はい、僕的にはあのミラーリング、はい、やっていただくとだいぶいいのかなと。そうですね、はい、あの携帯の画面をそのまま映せるもの、そうですね、そうするとあの Amazon のプライムビデオとか、はい、Netflix もいけんじゃないかな。いけますね、確か、はいはい、まあ、あとはその携帯の中身 の、 その音楽聴いたりとかっても全部できるんで、はい、まあ、その辺プラスしていただくと、はい、よりこうマルチメディアが充実しますよね、はいはい、いいのかなと。あとエアコン周りがこんな感じで、はい、当然のデュアルゾーンなんですけれども、今回さらに、はい、4ゾーンになってますね、はい、後ろもこの快適さがあると、はい、でただあシンクロボタンついてるんですね。シンクロついてます、はい、これ BM シンクロないのもあるじゃないですか。ないないです、ありますあります、はい、これだいぶいいですね。いいですね、これもついてる。でディスクもしかも入る、入ります。そしてドリンクホルダーと、はい、灰皿当然未使用でございます。であとはこの辺は車の操作関係、まあ、モード切り替え的なのが細かく並んでて、あとカメラと、はい、っていう感じでございます。そしてアームレストの中はだいぶ容量があって、USB と AUX がついてございます、はい、あ、この下にシガーもあるんですね。シガーも1個ありますよね、はいはい、そして上行きましょうか、はい、上はこの黒のファブリック、
はい、基本的に M モデルとかっていうのは全部屋根黒なんですよね。黒ですね、はい、はい、アンスラサイトのこの天井になっていると。でバイザーも、あ、バイザー一応ビニールなんですね。そうですね、こんな感じでございます。そしてこのサンルーフがやっぱりいいですね。やっぱこの開放感が、はい、ここまで開くとやっぱ違いますよね、ガラスになりますと。で当然このチルトアッププラス、はい、開けることもできるんで、はい、でかー、でかいんですよ。いや、だいぶでかいですね。でかいですね。40、50センチぐらい開きますでしょうか、はいはい、横も結構キワキワまで開くんで開放感がすごいです。そしてワンタッチで閉じることもできて、このシェードもあれですよね。はい、シェードももちろんあの電動でこちら動きます、はい、これやっぱりついててほしい、ね、ついててほしいですね、はい、もちろんあの剛性がどうのとか、はい、そういう話をされる方もいらっしゃるんですけど、まあ、ここはもう正直お好みにはなっちゃうと思うんですけど、僕は欲しいですね。そうですね、はい、僕も車のキャラクター的についてるとかなりいいかなと思います。だと足元に行くと当然このステンレスのペダルカバー、はい、多分この辺も結構遊んでいただける部分なのかな。そうですね、こちらもいろいろありますので、ね、商品が、はい、多分なんですけど 3D デザインなのとか、はい、多分あると思います、はい、まあ、その辺なんかドレスアップして楽しんでいただくのもいいんじゃないかなと、はいはい、だとこちらの車は豪華オプション、はい、ヘッドアップディスプレイとバングがついてると。これオンにすると出てくるやつですよね。そうです、ニョーンと伸び上がってきますね。おで、あ、これいいっすよね。アウディの、はい、そうですね、生えてくるやつとか、なんすかね、ちょっと男心をくすぐりません？そうなんですよね。あと、AMG っていうかあのメルセデスの、 3D スピーターですね、はい、ねじれてこう出てくるやつとか、もうその昔で言ったらこのインダッシュのナビみたいな、そうですね、こういうギミックが欲しいですね、はい、1個あるとなんかすごくこう僕的にはいいかなと。まあ当然音もバングですから、はい、もう間違いない、はいはい、こんなのもついてございます。じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。後ろも当然の、はい、はい、そうですね、月で、はい、そしてリアもいいじゃないですか。いいですね。ちょっと板尾さん乗ってみます。はい、いいですよ。もう見るからに広い。あ、いいです。柔らかいですか？適度な柔らかさで、僕あんまり柔らかすぎるのも正直好きじゃないっていうか、逆にこう体が安定しないので疲れちゃうとかってあるじゃないですか。で、まあ座って硬いなっていう感じではなく、本当ちょうどいい感じですね、はい、あと膝の下とかもある程度来てますんで、なんですかね、この幅がないとやっぱりこう足のある一定の部分しかこう体重支えないんで楽です。はい、膝の前のスペースいかがですか？前のスペースも全然余裕ですね。まあ、若干僕、はい、ベスポジになってるんで、ちょっとあのシート前に、そんなことないですよ、助手席と同じぐらいになってるから、多分こんなもんなんじゃないですかね、はい、あとヘッドクリアランスも私171ぐらいですけど、まあ、握り拳1個分ぐらい入りますので、だいぶ余裕です、ね、全然、はい、大丈夫ですね。装備関係はいかがでしょう？装備関係はそうですね、もちろん後ろもシートヒーターがついてて、エアコンも、これは想像になってますので、はいはい、まあ、後ろも快適に過ごせると思います。なるほど。でもちろんあの電源も取れるようになってますし、ちょっとここにも、まあ、物が入るスペースがありますので十分かと思います。でアームレストが、はい、アームレストも、はい、これも、まあ、BM 大体一緒ですけれども、グリップホルダーと、はいはい、で肘置きもちょうどいい感じで使えますかね。じゃあもうだいぶリアも快適ですね。だいぶ快適ですね、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクがおなじみのこの、はい、上下で開くやつ、ね、そうですね、分割式になってますね。この方式のこのサイズってあんまりない、はいはい、そうですね、この方式だと、レンジもう一個上になっちゃうなっちゃいですね。あとランクルとか、そうですね、このサイズでってないです、ね、ないですよね。はい、まあ、利点としてはここがまあ多少短くなる、はい、で、そうですね、出っ張らないんで、こう後ろがそんななくてもってとこですよね。あ、はい、とこれを出していただくとこんな感じで、はい、でも余裕の広さじゃないですか。そうですね、十分広く取ってますんで、まあ、お荷物積むのに困るってそんなにないのかなと思いますね。で当然この辺なんかもついてますし、はい、はい、使い勝手はかなりいいんじゃないかなと、はい、ただ後ろの座席がこう後ろから倒したりはできないんですね。できないです、ないんですよね。前に回り込んでいただいて、はい、一応肩口ですね、はいはい、64ですかね。64です、はいはい、
倒して使える感じでございます。そしてこの下もちょっとあるんでしたっけ。はい、あ、そうですよね、はい、まあ、あ、先が、はい、こんな広いんでしたっけ、X5 って、はい、でしまいにダンパーついてるんで、手離してもらっても、じゃあ普段使わないものだったりだとか、そうですね、もうこの中突っ込んでてもらって、はい、だいぶいいですね。であとはこの辺が車載工具と、はい、あとは純正のマックガードですよね。マックガードですね、はい、この辺がついてございます。じゃあ続いてエンジンルームも見ていきたいと思います、はい、ここもあのこの車のすごいセールスポイントかなって僕勝手に思ってます。はい、はい、そうですね、S63 エンジン、はい、S63 って言うとあの、まあ、まあそうですね、そうですね、変わっちゃいますけど、はい、エンジン型式 S63、 S63 です、ね、これ現行に関しても基本的に同じ型式なんですよね、はい、型式変わらないですね、はい、これをブラッシュアップした感じ、はい、ただ馬力はもう大台超えしてますけど、超えてますね、はい、ですよね、はい、ただこれでももう十分以上じゃないか、はい、十分ですね。これでこの時で575ですか、馬力が、まあ、575ですよって話ですよね。本当ですよ、モンスターマシーン、マシン、そうですね、はい、僕過去の記事見たら、はい、あのカイエンターボとか、はい、レンジの SVR より早かったらしいですね。そうですね、いかにこれがもう狂ったスペックかっていうのは、はい、そうですね、お分かりいただけるかなと、まあ、出た時は相当だったんじゃないですか、やっぱりですよね、はい、本当にこう出たての頃にこんなあのとんでもないエンジン積んでみんな SUV 戦争が始まるなんて夢にも思ってますよ。いやと思いますよ。ですよね。ちょっと用途がもう完全にちょっと違かったじゃないですか、 SUV って。確かに。それがこんなの積んじゃってってなったら、まあ今みたいになるわけですよね、はい、でこの S63 エンジンもなんかバリエーションがいくつかあるんですよね。ありますね、はい、M5 に積んでるものだったりとか、はい、そうですね、はい、ただその中で一番トルクが出てる、出てますね、はい、なんでこれちょっと乗ってみたいと思います。噂によると、はいはい、まあ、正直ちょっとこう現行のに比べると少しドッカン感があるってことらしいんですよ、はいはいはい、僕もちょっといろいろ X6 とかいろいろ乗せていただきましたけど、はい、多分忘れてる部分もあるんで、はい、ちょっと今日再確認してみたいと思います、はい、続いて前動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、中で紹介したの忘れちゃったんですけど、はい、ドライブレコーダーとレーダー探知機もついてるんですよね。はい、ついてますね。もう至れり尽くせりじゃないですか。はい、うちの在庫車ついてる率めっちゃ高いですね。高いですね。逆についてないの方が珍しいですね。そうですよね、はい、まあ、なければ言っていただければ、はいはい、もちろんやってます。音めっちゃいいですよね。めちゃめちゃいいです。これなんですかね、 BM の本当にこの S63 エンジンって、はい、すごくスムーズに回りますよね。スムーズですね。本当にシルキー6ならぬシルキー8、シルキー8ですね、はい、なんでちゃんとなんていうんですか、はい、最近の車みたいなあの軽さって何ですか。はいはい、わかります、わかります、わかります、はい、なんか言いたいことはわかります、はいはい、ちゃんと骨太な感じがあって、はい、こう軽いというか。そうなんです、そうなんですよね。最近のってなんかちょっとパワー出てなそうなこうあります、ね、スムーズさじゃないですか、はい、音が重厚感がないというか、ちゃんとこれ重厚感もありつつの ね、あの音なんですよね。いや、いいな。もうなんとなく僕あの M っていうと、はい、M3、M4 のイメージが圧倒的に先行してるんで、はいはい、ちょっとこう豪華なラグジュアリーな感じ。そうですね、ちょっとやっぱりあの違いますよね。違いますよね。あの2車種ともう何ですかね、本当にラグジュアリー方向に振った M っていうイメージが強いですよね。5から途端にこう、はい、ラグジュアリーになりますね。なりますね。いや、だいぶいいですね。
ちょっと最初はノーマルで、はい、そうですね、出たいと思います。で BM 何が言っても操作関係が人間工学に基づいてるんで、はい、あれっていうのはないっていう、ないですね。もうペダルもそうだし、ステアリングもそうだし、この辺の操作もそうだし、そうですね、なんか分かりやすいですよね、あの操作のこの何ですか、あの仕方というか。あと BM ってなんか前からずっとこんな作りというか、そうですね、はい、極端に変えてこないですよね、変えてこないですよね、はい、なんせもう足回り、足っていうかこのペダル回りがいいです。最近メルセデス の, あのハイブリッドに乗せていただく機会が多いですけど、はいはい、あれって右ハンドルもことごとくここが出っ張ってるんですよ。はいはい、いやそれちょっと邪魔ですよね。でフットレストも、はい、うん、違う、半分ぐらいのサイズしかないんです、はい、サイズがちっちゃいんですね。だから結構合わない方もやっぱり、僕もちょっと違和感あったんですよ、はい、そしてやっぱり合わない方も結構いらっしゃるみたいで。ああそうですよね、 BM って少なくとも今までそれにまだ当たったことないんで。ないですね。割とその辺もしっかり変えないでやってきてるのかなって。まあ多分意味なくここ出っ張らしてるわけじゃないんで。そうですね、まあ、機構的なものが入っての結果なんですけど、はいはい、うわすげえパワフルあれこんなんでしたっけM は S63 って、 M はこんな感じじゃないですか。やっぱトルクの SA もあるのかもしれないですよね、出だしの。そしてですね、ステアリングは、はい、もう頭が M ってなってるからか、そんなに重くない、はい、重くないですか、はい、じゃあいいですね。なんか BM って言ったらもうステアリング重いイメージですか、ね、はい、うん。そしてヘッドアップディスプレイも見やすいですし、運転はすごくしやすいですね。この次になっちゃうとだって2メートル超えてくるんですもんね。そうです、サイズがやっぱりここがもうギリギリ2メーター切ってるっていうところなので、はいはい、まあ、十分でかいですけど、はい、そこもちょっと魅力なのかな。そうですね。で普通に運転する分にはもう全然、もういい意味で普通に乗用車ですね。乗用車ですね、はい、普通に乗れちゃいます。まさか600馬力近い馬力あるなんていうのは。あと足もなんかしなやかじゃないですか、なんかすごい。そうっすね、なんか硬さとかも変な硬さないですし。でもだいぶこうなんていうんですか、芯はありますよ。あります。だから飛ばしても大丈夫なんだろうなっていう。ああそうですね、はい、はい、リアが優さなんでもっとふわふわしてるかなと思ったら割とこう、そうですね、接地感感じられる。そしてブレーキもめっちゃ効きますね。そうなんですよ、めっちゃ効く。そうなんですよ。あーこれブーストかかるともうすごい超トルク。そうですね、確かに改めて乗るとものすごいこうリニアかっていうと、はい、ちょっとこうちょっとそうですね、違いますよね、はい、ブーストかかった時とかかってない時の差と、はい、かかり始めはちょっとこう、はい、まあ、ドッカンとまで言わないですけど、はい、ちょっと分かりやすさはありますけど、もう全然これでも本当に車2トン以上ある車挙動じゃないですねめっちゃパワーありますよ。パワーありますよちょっと早速ちょっとモード切り替えていいですか。いいですよ、動くかもしれないか、はい、全部スポーツプラスってことで。まあスポーツプラスですか、はい、もう圧倒的に、あ、スポーツプラスの方が、はい、なんかそのブーストの立ち上がりがいいからか、はい、ラグを感じにくいです。そうですね、すぐこう加速につながる感じです、ね、ああそうですね、そうですね、はい、ステアリングもしっとり重くなりますね。あ、こんな感じですよ。あ、あの普通の M ですよね、はい、はい、その辺あれなんですかね、やっぱりその純粋なああいう車とは違ってちょっと SUV だからっていう味付けにしてるんですかね。あ、まあそうでしょうね、はい、単純に同じことを車高だけ上げてってしないですもんね。しないですよね。この車のサイズと重量バランスだったりとかって、はい、全部見てやり直しますもんね。だってエンジンまでだってそうでしょう、ね、バリエーション作ってやってくるぐらいですからね、はいはい、え、これも絶対ぶっ飛ばせるじゃないですか。いや、ぶっ飛ばせると思いますよ本当にシートのこのクッションもいいですし。そうですね、でも本当隣に乗っててなんかそのなんですか、嫌な乗り心地って全くなくて、はいはい、逆にあの心地いいぐらいですね。そうですね、はい、ふわふわしてる感じではないですね。ないですね。だからといってこう、はい、ガチガチっていうわけでも全然ないので、はい、それではじゃあ信号終わって少し加速を、はい、やべやべやべ、早っめっちゃ早いこんなに早いんでしたっけ
X5M って今びっくりしたちょっともう久しぶりのこの加速を味わいましたね。めっちゃ速いですね、はい、こんなに速いでしたっけ。ちょっと今びっくりしました。あでも、はい、今みたいにガバッて踏めばなんで、はい、そうですね、じわじわって踏めばめちゃめちゃ乗りやすいっす。そうですね、ガバッて踏んじゃうとちょっとこれいけない、危ないレベルです、ね、はい、これ330キロのメーター伊達じゃないですねそうですね、いやいいっすよ、装備充実してるし、だってカメラもフロントカメラもついてて、はい、パーキングのアシストも、はい、はしっかりできて、光っちゃって見えないかな、一応ちゃんと全周囲カメラになってますので、ね、でブラインドもついてるじゃないですか。ブラインドもついてます。安全性能はもう大丈夫ですね。本当に ACC だけって感じですね。だけですね、はい、現代的な装備でちょっと、はい、寂しいかなって思うの。これ確かステアリングヒーターもついてた車だったんですよね、はい、オプションで、はい、ステアリングヒーターどこでしょう。ステアリングヒーターどこですか。あ、ここか、ね、失礼しました、はい、ありますね、はい、ちょっと今日寒くないですけどオンにしてみて、はい、ちょっとシートヒーターが、はい、ヒーターですね、はい、まあ、ベンチレーションもあればなおいいのかなって気がしますけど、そうですね、ちょうどこのなんていうんですかね、グレードというか価格帯というかなんていうんですか、ちょっとその辺もやっぱり、うんうんうん、あのつくつかないって、うん、他のメーカーさんもそうですよね。最近だと A45 みたいなちっちゃい車でもベンチレーションついてたりします、ね、ついてたりしますけどね。わ、ステアリングヒーターめっちゃ速い。速いですか。あったかいっすね。じゃあ、あったかいっす。レンジ並みにあったか、早くあったかいっす。これいいですよ。いいです、いいです。ダッシュもレザーだし、ちょっと本当これいいなと思って、この車。やばい、またそういう病気が始まっちゃう乗り換えたい病が始まっちゃうといけないんで。いいな、すげえパワフル、この排気音も。いや、そうなんですよ、最近本当にどんどんダウンサイジングじゃないですか。はい、そうなんですよね。もうドイツ御三家、まあ持ってる方ですけど、まあ、はいはい、もうだってボルボとか2リッターとかですよ2リッターですかね、あのデカさで、はい、嘘でしょっていう。なんか2リッターにスーパーチャージャーつけたりターボひっつけて、さらにモーターつけてますからね。なんかこの音のこの骨太感とか、ね、はい、そのパワーの出方加速感も、はい、やっぱりちょっとダウンサイジングターボと、はい、ある程度排気量があるこうエンジンの感じ方、はい、もうもちろんその先入観があるのかもしれないですけど、はい、だいぶ違いますよね。 やっぱり多分全然違うと思いますよ、はい、なんかすごくこうパワーがみなぎる感じがすごくあるんですよね、はい、湧き出てくる感じというか。でもこれからまあちょっと流れ的にそうなっちゃうじゃないですか、はい、どうしてもどうなっていくのかなと思って。 BM すごいですよね。だって今は現行でもダウンサイジングあんまりしてないじゃないですか。してないですね、電動化も。はい、うわ、これちょっとあれっすね、峠行きたい僕SUV だけどちょっと峠、あのちょっと CM に出てきそうなの。ああ、いいですね、ワインディングこう走ってちょっとぶっ飛ばしてみたいですだからもう本当にちょっと開園買おうとしてる人とか、はいはい、ちょっと待ってって、はい、そういう感じですよね。そうですね、ちょっとこう、はい、乗ってみてって言いたいですね、一回。結構刺さるんじゃないかなと思うんですよね。またこの辺の車格のこの SUV っていろんなキャラクターじゃないですか。ありますね、はい。だいぶ走りの方向ですけど、こんな楽しい車ないですね。速い、やばいな、速いし、しかもなんだろう、本当に駆け抜ける喜びありますね。やばいですね、駆け抜けたいです。あの助手席乗ってて分かるぐらいですから。やっぱり音めっちゃいいな。音いいですね。これで自分の車乗るとしょぼく感じちゃうんですよどうします伊藤さん、まだいいじゃないですか。うちの車なんか2リッターですよ。リッター4発ですよ。そうですね、駆け抜けたいけど駆け抜けられないですちょっとこれから走ろうかなぐらいな感じですね。そうですね。いやー、これはいいわ。良さを再確認しました。本当にルーフも本当に開放感あるな、これ。
これだから人乗せてもいいし、いいですね、はい、本当に荷物のどっか出かけてもいいし、高速の移動とか絶対めちゃめちゃ楽でしょ。いや、いいと思いますよ、はい、でもまた BMW 僕いつも思うんですけど、はい、ステアリングのなんかこのフィーリングとか、はい、ブレーキとか、はい、アクセルのこの感じとか絶妙なんですよね、はい、本当にポルシェとかもそう思いますけど。あ、そうですね、ポルシェもそうですね、本当に乗ってて楽しい、なんかこうちゃんと操作してる感覚、感じは出ますよね、お車から伝わってくるものとか、はい、またはサイズ的にだいぶゆとりが、この辺もそうだし、そうですね、この辺もそうだし、本当に全体的なこうゆとりがあって快適です。あと何ですかね、ダメポイントは。ダメポイントですか、あえてダメなところ言ってみましょう。あえてダメなところ、レザーが汚れやすい、汚れやすいですね、まあ確かに。ちょっともうなんかあの BM 乗ってる人だとずっと同じようなデザインなんで、ちょっとそこがっていう人もいるかもしれないです。聞きますよ、あんまり変わんないねっていうお声はいただきますね。乗り換えても戸惑わないですけどね。そうなんですよね、逆にずっと乗ってて飽きちゃった人は、はい、またこれかっていう。そうですね、確かに。あと何ですかね、ダメなところ、ね、燃費ね、ね、でも燃費もしょうがないですね、これは、はい、あとやっぱりあの新しい車からだと価格がこう、はい、ちょっと落ちちゃうじゃないですか、どうしても。あ、そうですね、はい、だからそれを言われる方結構いますけど、逆に中古車で買うんだったら非常に買いやすいのかなと思いますよ、はい、正直新車からのウェベリってすごいじゃないですか、はい、BMW って、はい、ただそのしっかりこう値段が落ち着いた中古車ってものすごい魅力的だと思うんですよね、はい、そうなんですよね、ちょっとお買い得感があるというか。だってもうここから先うっくりじゃないですか。そうですね、はい、だからこそこうカスタマイズして、そうですね、自分の乗りやすい、はい、好きな見た目にして、はい、楽しんでいただくっていうのはだいぶいいんじゃないかな。だいぶいいと思います、はい、で最後少しだけグワッと。あ、どうぞどうぞ、もう行っちゃってください。ほいえほいえ、早いですけど。早いよね。これちょっと街のリップの車じゃなかったですね。そうですね、はあ、いや最高な一台でした、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それじゃあ最後になりますけれども、はい、カスタマイズ、一緒に購入の時にご相談いただけるんですよね、はい、そうですね、ご相談いただければ、まあ、先ほどちょっとお話ししましたけど、フロントスポイラーだったりホイール、足回り、まあ、その他例えばちょっとスモーク加工したりとか、まあ、いろいろあると思いますので、いろいろご相談いただければお好みに合わせたこうご提案もできると思いますので、ぜひお声掛けいただければと思います。というわけで今回は BMW X5M をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。